第24装甲旅団、ニーダーバイエルンは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第一山岳師団霊下にあって、旅団司令部をランツフートに置き、旅団霊化部隊は主に、バイエルン州に駐屯していた。本旅団は、数回にわたり名称及び編成が変更されている。1959年、ミッテンバルトにて、旅団司令部が編成される。 その後、ムーラウアム・シュタッフェル勢に移駐し、第1三学手団霊化となる。1960年時点の旅団霊化部隊は、以下の通りであった。1966年、旅団司令部をランツフートに移駐し、第24総合的弾兵旅団に改編される。これにより、霊化部隊は、ニーダーバイエルンに移駐する。1966年に、 第243戦車大隊は、第224山岳戦車大隊に改編され、第22山岳両兵両団霊下に配点される。また、同じ1966年に、第11装甲的弾兵両団霊下の、第111走行的弾兵大隊が、両団に編入される。1970年に、第三陸軍士官学校、 第283総合的団兵教育大隊は、第243総合的団兵教育大隊に改変され、第24旅団令下となる。大隊として、師団直轄の第8三学両兵大隊は、第243総合的団兵教育大隊に改変される。1972年に、第240補給大隊は、解体され、 代わりに、第240補給中隊と、第240整備中隊が編成される。1981年に、第240駆逐戦車中隊は、ランツフートからフェルトキルヒエンに移駐する。陸軍第3次編成に基づき1981年に、旅団は、第24装甲旅団に改編される。1981年、 第243総合的団兵教育大隊は、第223総合的団兵大隊に改編され、第22総合的団兵旅団に配点される。第234山岳駆逐戦車大隊の一部が分配され、同時に、第8大隊第14教育中隊は、第23山岳両兵旅団直轄の総合偵察小隊に改編され、 大隊として、キルヒハムに、第243戦車大隊が駐屯する。1981年に、第247野戦予備大隊は、第85山岳野戦予備大隊に改編される。1981年時点の旅団霊化部隊は、以下の通り。1988年には、第203総攻的団兵。 教育操縦シミュレーター中隊が連続する。1988年に、旅団は、愛称、ニーダーバイエルンが与えられる。陸軍第5次編成で、第241戦車大隊、第244戦車大隊、第85野戦予備大隊及び、第240装甲工兵中隊が解体される。そして、第242装甲的弾兵大隊及び、 第243戦車大隊は非現役部隊に再編成される。1992年に第240補給中隊及び第240整備中隊は旅団編成から外れる。第24装甲旅団は純現役部隊に分類され大規模機械化部隊となる。旅団の主力大隊はキルヒハムの第8山岳戦車大隊トレーゲンの 1> 第112装甲的弾兵大隊であった。1993年に、ヨーバーハウゼンの第562装甲的弾兵大隊が解体部隊に指定される。第8山岳戦車及び第112装甲的弾兵大隊は第12装甲旅団に配点される。1993年に第242装甲的弾兵大隊及び、 第243戦車大隊が解体する。1993年に、第203装甲的弾兵、教育操縦シミュレーター中隊は、第8整備連隊霊下として配点される。最後まで残された、旅団司令部中隊、第240戦車駆逐中隊及び、第245装甲砲兵大隊は、1994年9月30日に、解体された。 ありがとうございます。